バカ。おお。すごくないこれ。ふわふわ。ふわふわ。カパ。おお。すごい。ワンズタイムではワンコと一緒に楽しめるスポットも紹介していきます。今回はワンズと浜松ぶらり旅。ワンズタイム一行が向かったのは浜名湖の観光スポット関山寺エリア。美しい自然に恵まれた関山寺でお参りして散策。そして一度食べてみたかった浜名湖うなぎに舌鼓。その美味しさに感動。うまい。ワンズタイム久美です。よしです。はい。ということで、今回久美さん。はい。はい。行くとこどこでしょうか。関山寺エリア。関山寺エリア。関山寺エリアって何があるの？遊覧船乗れたり、うん、ロープウェイがあったり、うん、お寺さんがあったり、うん、グルメがあったり。お、じゃあ結構いろいろもうそこで一日遊べるような。そうだね。エリアだね。お散歩もできるしね。そっか。じゃあ犬連れだったら、うん、そういうお散歩も楽しめて、うん、そういうアクティブというか、まあ、景色も、うんうん、楽しめるんだね。うん、はい、いやすごいね。じゃあ早速行ってみようか、うん、ね。はい、それでは関山寺エリアに行ってみましょう。はい、ということでね、今関山寺に向かってます。いや今日すごい天気だね久美さんね。ものすごい晴れです。はい、逆に暑くてこの気温結構きついなって今思ってます。先ほどの三ヶ日エリアからこちら関山寺エリアまでは30分ぐらいですかね。楽しみですね久美さん。うん、楽しみね。でも関山寺といえばさ久美さん、はい、なんかうなぎっていう意味じゃんですけど。そうだね、うなぎのイメージあるね。ね、なんか観光情報見るとさ、うん、結構うなぎ屋さんあるよね。うん、うん、何、犬と行けるうなぎ屋さんとかあるの？そう、あるの一応。あるんだ。あるの。テラス席に犬と一緒に入れるの。うん、あるんだね、やっぱね。さすが入れる店もあるらしいです。じゃあちょっとそっちの方も行ってみようか。そうだね。うん、せっかくなんでね、もう本当に浜松といえばなんか私思い出すのが餃子とうなぎパイうなぎパイはい、まあうなぎパイ、うなぎ芋あ、うなぎ芋ね。うなぎ芋ね。うん、浜名湖といえばまあ、絶景ポイントがたくさんあると思うんで、やっぱ景色、ロープウェイとかはワンコも行けるんでしょ？そうね、一緒に乗れる。バックに入れば一緒に行ける。じゃあまずは関山寺のエリアに行ってみて、まあ、お参りをしようね関山寺ね。うん、うん、はい、関山寺エリアに入ってきました。いやなんかね、観覧車とかも見えてなんか急に観光化してるよね。うん、ね、すごいなんか、なんだあれは、ジェットコースター？ジェットコースター。あ、遊園地があるんだ。そう。あ、なんかすごい。あ、パルパルっていうのか。そう。遊園地がパルパルか。なんかすごい。ロープウェイはここから乗るの、この辺から乗るのか。これだね。うん。本当だ。関山寺ロープウェイって書いてある。後で行ってみたいね。うん、関山寺ロープウェイ。温泉もあるんだね。本当だね、温泉多いね、やっぱりね、関山寺温泉。ね、日帰り温泉とかもありそうな感じだね。うん、温泉街だね、やっぱね。門前通りってとこだね。関山寺門前通り。行ってみましょう。なんかすごいな。もうこの商店街が、なんかこういい感じです。いろんなお店がありますね。お寿司屋さんとか。はい。あ、うなぎ屋さん。やっぱうなぎ屋多いよね。関山寺といえば。私たちはね、この観光客専用駐車場。はい。無料駐車場にね、止めました。9時から21時使います。ね、久美さん。はい。はい。じゃあ行ってみましょうか。うん。はい。じゃあこの門前通りをちょっとね、はい。行ってみたいと思います。すごいね。なんかこう、温泉街って感じの通り沿いですね。はい、今日は平日だから意外と空いてます。あ、餃子屋さんとかあるね。橋があるね。あの赤い橋なんか象徴的じゃない？うん。あ、やっぱり風が吹くと涼しい。浜のっかの冷たい風が気持ちいいですね。心地いい感じです。いやー、景色いいね。うん。綺麗だね。日陰は涼しいね。うん。うんうん。気持ちいい、ここは。うん、気持ちいいね。ここ気持ちいい、すごい気持ちいい。日陰はね、いいね、やっぱね。涼しい。なんか橋結構映えるね。うん。青空としぶき橋。青空と映える。ああ、ここビーチですよ。遊べるんだ。ね、浜中のビーチです。気持ちいい。観音様が見える。あ、本当だ。ここから見えるね。観音様が見えます。このしぶき橋を渡った先の丘の上っていうのかな。うん、ね、山の上。あれ立山観音のね。立山の観山寺の観音様ね。観山寺の観音様。はい。じゃあ早速ね、バンズと渡ってみたいと思います。行こう。渡ってみよう。はい。しぶき橋を渡ります。なんか気持ちいいね。なんかちょっとさ、展望台みたいになってね、これ。本当だね。はい、ここの上からもね、なんか展望台っぽくなってるんで。こっから見る景色もね。綺麗だね。綺麗だね。正面に観音様が見えます。すごい。広場。広場。観山寺門前広場っていうのがありました。松がすごい。すごい、松がすごいね。すごいね。これだけで盆栽のような感じするけど。あ、ここ観山寺港なんだね。へえ。地図あるよ。ありますね。はい、観山寺温泉の周辺マップありました。はい。こんな感じですね。観山寺温泉の周辺散策マップってことで、今現在地がここですね。門前広場ってとこなんですけど、観覧船乗り場、神座志港があって、ここからね、遊覧船が出るみたいですね。で、ここの遊覧船は、バッグの中に入れれば買って方だね。そう。はい。なんで、顔出し NG なんで、まあちょっと今日は私これ乗りません。で、この後、ここが神社とか、はい。曹洞宗のね、観山寺ありますね。はい、でここはね遊歩道になっててお散歩コースになってますね。いろんな先ほど見えた聖観世音菩薩とか穴太子とか展望台とかね、いろいろなこう自然散策ができるような場所にもなってます。はい、早速観山寺の方行ってみましょう。観山寺はね曹洞宗のお寺ですね。やっぱりうなぎの店がたくさんいますね。あ、うなぎのいい匂いがしてくるね。いい匂いするね。ね、うなぎのいい匂いが漂ってます。はい、ここがね、観山寺の参道になってます。あ、ここ涼しいね。涼しい。やっぱ日陰は涼しいわ。気持ちいい。気持ちいいね。うん。全然温度違うね。違う。はい、じゃあ行ってみましょう。はい、観山寺参道です。これちょっとカート無理だね。うん、無理だね。カートは無理ですね。やっぱりちょっと階段があるんで。はい、観山寺ですね。来ました、観山寺です。風鈴が、音が。すごいここ。いやー、素晴らしいね。この観山寺の上から見る景色が。綺麗。綺麗だね。お参りしていきましょう。日陰。そこか。はい、ちょっと日陰の方にね、まずは。バンズを避難して、それではね、交代交代でお参りしていきます。梵鐘ですね、梵鐘。明治38年、伊藤博文ゆかりの中国観山寺との友好盆栽。へえ。こちらが縁結び地蔵尊。やはり縁結びね、皆さん成就するように絵馬がすごい数ありますね。絵馬がね、明治より120年以上にわたり縁結びのお地蔵さんとして信仰されてるってすごくないですか？長いですよね。恋愛成就以外にもいろんなご縁、仕事、健康、人、いろんなのね、やっぱ円ですからね、これはね。縁結びの地蔵尊ですね。はい、ということで、ね、次御朱印ですね。いろいろあるみたいだね。すみさん。どれがいいですか？一番左かな。はい、この大慈観音の観山寺聖観世音菩薩のこれをいただきましょうか。お願いします。船が出港してきますね。先ほどのね、港から船が出港してきます。いや、なかなかいいね。もうちょっとね、涼しい季節になるとね、もっといいかもしれないですけど。はい、いただいてきました。ああ、よかった、すごい、ありがとうございます。はい。観山寺の御朱印ですね。観音様の御朱印。すごい素敵だね。ね、綺麗だね。綺麗だよね。すごく綺麗だよ、本当に。で、大観音ってあそこに見えてるとこでしょ。そう。ね、素敵ですよね。聖観世音菩薩ですね。で、ここは書き置きのみなんだって。うん、あ、書き置きなんだね。うん、はい。はい、無事ね、お参りも終えて、御朱印もいただきました。はい、そして次はね。遠くから見た。聖観世音菩薩、大菩薩ね。はい、あれをちょっとね、もうちょっと近くに見に行きたいと思います。愛宕神社がね。ここ神社なんだ。うん、愛宕神社。隣なんだね。うん、うん。隣に神社があります。お参りしとく。そうですね、愛宕神社でもお参りしておきますか。浜名湖のね、方から吹いてくる風がすごく気持ち心地いいです。で、ワンズもね、こんな感じで日陰でのんびりしてます。涼しいここ。うん。風が通り抜けるんだよね。本当だ。ここね、うん。合ってる？合ってるよ、多分。いやー。てか。森林浴もできてここいいですね。まあちょっとね、もう急な坂なんで、ちゃんとした靴履いてきた方がいいですね。坂は意外に急です。でも道はすごく見えてきました。うわー、すげえ。大きい観音様が見えてきました。はい、観山寺の聖観世音菩薩。近いは近いね。そうだね、うん。ちょっと暑かったりね。ね、ヘビがいたり。びっくりしたね。久美さん、大騒ぎ。はい、久美さん。はい、聖観世音菩薩取れたね。で、美人さんだね、観音様。ね、すごいね。やっぱ近くから見ると全然違うね。うん。ね。すごい迫力。すごい迫力だよね。しかも今日青空だから余計ね。はい。ということで、久美さん。はい。ここまで上がってきましたが。まだまだ見どころはたくさんあるっぽいんですけど、そうちょっとね、でもね、暑いから、暑いよね、うん、日向だと暑いんだ、うん、今日はね、やっぱ温度がここ最近涼しかった時期もあったんだけど、急に今日は上がったね。そう、うん、で日陰にいて風が抜ければ涼しいんだけど、うん、ちょっと日向だと暑いから、うん、宿題としよう。そうだね、うん、ちょっと今回はね、うん、これ以上行くとワンコンバテるんで、うん、かわいそうだから、はい、涼しくなったらまた来よう、はい、ということで、ここは宿題ということで、はい、また今度ね。あともうちょっとなんだけどね。うん、いろんな展望台とか、岩とかあるんで、その辺も本当はのんびり散歩できると、ここは楽しいかもね。そうだね。うん。ワンズ頑張りました、ここまでね。はい。ワンズタイム。いやー、ちょっとね、残念だったけどね。残念だったね。しょうがないね、今日はね、暑いからね。暑いからね。はい。で、今降りてきてすぐのとこにね、この観山寺園っていうのが見えました。降りてすぐのとこにね、この観山寺園っていうのが見えたよ、ふみさん。はい。ここでしょ？そう。ここは一緒に入れるの、テラス。テラスで。お、じゃあ早速行ってみようか。うん、ね。はい、じゃあ行ってみましょう。ここはね、30分無料で、観山寺園のお客様は1000円以上で2時間無料だそうです。あれ、ロープウェイじゃない？あそこロープウェイです。ちょうど浜名湖の上をね、ロープウェイが。で、上にオルゴール館があるんでね。そう。あ、だからあれがオルゴール館だ。うん、そうだね。はい、観山寺園。はい。涼しそうなのはどこかな？奥かな？奥？うん。涼しいかもね。ここ日陰だし。うん。お店の方がね、ちゃんとこうクーラー？そう、冷風扇を用意してくれたんで、そこでね、ご飯たちもちょっとひんやり。ちょっと暑かったね今日ね。これね、ひんやりの服なんでね。そう。これね、温度を下げる服なんですよ。ひんやり。はい。デザインエクさんのね、はい。服で。アジェリティドッグって書いてあるんですけど、あとあるんだ、犬用おやつがあったね。ブランのおやつって書いてある。ああ、ブランちゃんなんじゃない？ブランちゃんか。さっきのブランちゃん？そうじゃない？お寺の看板犬ブランちゃん、さっき言った子だね。うん。じゃあ1個頼んであげる？そうだね、1個ちっちゃいのでいいよね。みんなでわけわけして。さっき食べたからね、ご飯ね。じゃあ小さめのやつをみんなでわけわけしましょう。じゃあ久美さん、せっかくなんでうなぎどうですか？久美さんは。でも、久美さん、うなぎ苦手じゃなかったっけ？うん、あんまり。実はね、久美さん、うなぎをね、あんまり食べたことがないっていうね。そう、あんまり食べたことないの。関山寺園一押しは、白焼きのまぶし丼、2860円。はい。これが推しですね。女性でも軽く召し上がれるように、ミニサイズをお作りしております。おー、久美さんに。これにしようか。ね、1個。ね、白焼きまぶし丼。うん。うな丼、うな重、うな丼御膳とか、いろいろあるんですけど。まあ。ここに来たらね、定番のうな重ですかね。はい。この定番のうな重をチョイスしたいと思います。はい。じゃあ、うな重と、一押しのね、この白焼き。はい。食べてみたいなと思います。久美さんね、そのうなぎが少し苦手かなって言ってるのいい割には、穴子大好きなんでね。穴子大好き。穴子めちゃめちゃ食べるんですよ。その違いが僕にはわからないんですけど、はい。せっかくだからね、食べてみようということで、はい。挑戦です。私はうなぎ大好きです。このね、最初に出てきたお茶が美味しいね。お茶が、麦茶が美味しい、冷たくて。いや、今日暑いからこの麦茶美味しいね。氷が入ってて、なんかもう気持ちよさそう。冷たいよ、氷があるから。いや、いいね、この氷ありいいね。まずは久美さん、はい、店のおすすめメニューでね、白焼き、はい、オープンザ白焼き、どうぞ。おお、すごくないこれ？すごいね。やべえ、やばいよ久美さん。いい匂い。いい匂いするよ。すごい香ばしい匂いがする。プラスこれは？だし。あ、そこはだしだよね。だしで食べるんでね。最後にね。白焼きだからいろいろ味付け、お塩と。お塩とお醤油、はい、とわさびなどなど。あ、わさびもあるね。はい、いろいろ食べ方もアレンジできるんで。お吸い物だ。お吸い物。肝吸いだ。肝吸いだ。はい。まずは。ちょっと待って。まずはご飯入れて。ご飯を。すごいうなぎがいい匂いする。すごい香ばしい匂いがする。バンズタイム初のうなぎじゃない？うん、初のうなぎだね。ワンズタイムね、意外と B 級グルメは多いけど、なかなか高級グルメはね、今回高級グルメが多いね。最初お塩してみようかな。そうだね、まずはお塩かもしれない。まずは忠実にお塩から。はい、まずお塩で食べてみます。まずお塩ね、はい、お塩で。じゃあすごい香ばしい匂いがする。いただきます。はい、どうぞ。どう？美味しいでしょ。どう？美味しい。いや、絶対美味しいはずだよね。すごいふわふわ。いや、多分ね、あっさりしてると思うよね。白焼きって美味しいね。白焼き美味しいでしょ。俺も白焼き好きなんで。すごいふわふわ、香ばしくて。俺ね、白焼きの食べ方で一番好きなのはわさび。わさびを少しつけて、そういうこと。ああ、なるほどね。でしょ？いいでしょ。すっきりするね。夏すっきりするんですよ、これ。ね。白焼きいいね。白焼きいいの。もうロケでいろいろ食べたら、やっぱわさびいいなって思った。はい。で、なんかさ、ちょっとさ、そこまで量多くないのがいい感じかもしれない。そうだね。そんなに量多くないから、女性にちょうどいいよね。すごいいい感じの量。美味しい。ちょっと美味しかった。よかった。おお、やった。せーの。おお。すごい。見てください、これもう100点ですよね。すごいね。もうこの時点でさ、優勝使っていい？うん、優勝。これも使っていいと思う、優勝です。この時点で優勝が出ました。もう見た目優勝です。はい、でお椀も開けて、はい、お椀も開けます。うな重です。これはね、ぜひとも食べてもらいたいうな重ですね。はい、定番のうな重。それではいただきます。夏はこれで精力をつけて、はい、いただきます。うまい。久しぶりにうなぎ食べた。涙出てくる。美味しい、美味しい。やばい。中に口の中に入れたら、このタレと、いやー、香ばしさと、このやっぱりふわ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 、もうなんかふわふわですよ。美味しい。超本格的。美味しい。うなじうまい。で、このタレご飯がうまいんだよね。うん、タレご飯好き。はい、ちょっと久美さんにもおすわけです。久美さんは皮の部分が苦手だから、皮はね、今取ってあげた。はい、どうぞ。でもこっちね、皮気になるのかな。なるほど。焼いてるからね。はい、どうぞ。ああ、全然違う。美味しいでしょ。うん、美味しい。ね。こっちのがさっぱり食べられる。そうだよね。白焼きだからね。で、うな重の方はやっぱぽってりというか、ぽってり、だけど久美さんが好きな穴子とはちょっと違うけど、違う、油がね、違うよね。だけどこれはこれで美味しいでしょ。美味しかった。あ、こういううなぎだったら食べれる。そうなん。いや、念願の浜松さんのうなぎ食べれたね。いや、タレご飯も食べてみたい。タレご飯です。久美さんはね、このタレご飯が好きなの。今まで僕がうな重食べてても、タレご飯はちょうだいって言ってくる。タレご飯好きなの。タレご飯はちょうだいって食べるね。はい。久美さんからいただいたわさびをね、白焼きをいただきたいと思います。おいしい。これですよ。うなぎは納豆はいいね、やっぱね。だしはおいしいし。はい、久美さんが茶漬け、食べます。はい、これも美味しいんだよね。うな茶漬け。白焼きだし、いいね。味もさっぱりして、だしが効いて。美味しい。おだし美味しい。おだし美味しいよ。おだし美味しいけど、このまま食べた方が好きかもしれない。ぐにゃってない。久美さん的には茶漬けにしない方がいいと。まあそれは人それぞれね、食べ方でね、どっちが好きかから。やはりね、茶漬けはいいね。さっぱりとね。最後に締めにこれいいかもしれません。やっぱうなぎといえばね、やっぱうな茶漬けって結構ね、定番ですからね。いや、でもね、うなぎっていいな。なかなかね、こうでもないと食べる機会ないんで。まあ、うなぎ好きの方はね、ぜひ。美味しいです。犬連れでうなぎ食べるとこあんまないんですよ。ね。ワンズご飯。関山寺の看板犬のね、ワンちゃんのね、はい、名前がついてました。はい。じゃあ、これをいただいていきます。中なんだろう。キャベツと、砂肝のジャーキーと、クッキー。はい。あ、じゃあ、美味しいものがいっぱいあるんだね。あと、ささみのふりかけって書いてあったかな。じゃあ、美味しいものがたくさんあるってことだよね。はい。じゃあ揚げていきましょう。はい、ということでバンズに揚げていきたいと思います。まずはね、タクトくんから。はい、どうぞ。よかったね、タクト。こう犬連れで旅行するときは嬉しいですよね。カノンちゃん。はい。まあたくさんじゃなくてもちょっとずつね、揚げられるんで。しかも小とか大とかいろいろね、サイズがあったりすると嬉しいですね。はい。まあ今日朝ごはんも食べたから小でみんなでわけわけしてますけど。はい、あると。はい。アルト君キラキラしてるね。キラキラ。アルトキャベツ。キャベツ。アルト君キャベツ好きなんだよね。そう。家でもキャベツたくさん食べます。キャベツ切ってるとね。そう。みんなが並んで待ってんだよね。キャベツね、大好きなんですよ。うちキャベツ大好きです。あと人参ね。キャベツ人参はね、もう並びますね。はい。これいろんなの入ってるからいいね。そう。キャベツとか、あとささみのふりかけ。ささみのふりかけだと。細かくしたやつだよね。そう。だからちっちゃいワンちゃんでも食べやすいかも。あとクッキーも中に入ってたりして、そう、クッキー入ってる。そうね、ちょっとね、キャベツが千切りだからね、揚げにくい。そうね、キャベツは千切りだから揚げにくいけど、まあそれはそれね、うち千切りよく揚げてるから食べるのは好きなんだけどね。そう、はい、これでね、ワンズと一緒にね、ご飯が食べれました。景色も堪能できてね、よかったです。寒山寺園です。ワンズタイム歌ってみよう。いかがでしたでしょうか。ワンズと浜松ぶらり旅、観光スポットの寒山寺エリアでワンズとお参りして美味しいうなぎを食べることができました。次回は寒山寺ロープウェイで浜名湖の景色を堪能。激うまグルメも続々登場。お楽しみに。励みになりますので、チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。美味しい。美味しい。うん。ビーフシチュー。